艇の間取り引っ張って角4コース、5号艇の渋田、6コース6号艇の斉藤。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第1レース、1番と4番がわずかに好スタートです。ちょっと中へこみとなりまして、まずは1号艇の山市がインから回っていく。1号艇がちょっともたついた感じになりまして、4号艇の間取りのまくり足は入るかどうか。1番と4番が突破争い、後から5号艇の渋田が差して旋回し、ここは1号艇の山市が先頭優勢です。スタートは先手正常でした。一歩前を行く1号艇の山市、まくり出しの4号艇の間取りをアウトに持ち出して、3番手5号艇が優勢。一周にマークは1号艇の山市、2番手4号艇のマトリが回って1、4の体型、3番手5号艇の渋田晴雄、3番手の位置をキープしています。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、先頭は1号艇の山市、2番手が4号艇のマトリ、3番手5号艇の渋田と回りまして向こう正面へ。上位の体型は1番、4番、5番です。後ろ水垣、2号艇の村田浩二、4番手5番手が6号艇の斉藤正幸、最高峰は3号艇の吉本レオ。2周にマーク、1号艇の山市、4号艇のマトリ、3番手5号艇の渋田とホーム側に移ります。先頭から145、レースはこれから最終周回です。インからスタートはまずまず決めて押し切っていきました。1号艇の山市哲也、今最後のバックスレッジへ。今日はこの後は第11レースも登場します。4号艇の的利翔太、4コースカルからスタートよくまくり足の展開で2番手、3番手は5号艇の渋田、振り切りました。145です。この組み合わせ3連単のオーツ145は 22.2 倍を示しています。最終コーナー、1号艇、4号艇、5号艇と折り返し、第1レース、まもなくゴールを迎えます。先頭、1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン。昨日は2着2本の奮闘です。5号艇上村慎太郎、大外に6号艇の森脇徹、3対3、1番、2番、3番、4番、5番、6番。スタートしました。サンライズダブル戦の第2レース、1番、2番、4番と出ていきます。さあ1マークの攻防戦、逃げる1号艇の長野、4号艇の坪口がまくって向こう正面、1号艇の長野が押し切っています。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の長野、2番手に4号艇の坪口、3番手2号艇の栗山、続いて2マークです。トップで1号艇の長野宗志郎、2番手に4号艇の坪口達也、そして3番手2号艇の栗山茂弘、体型が1番4番2番でレースは2周目と入っています。先頭はしっかりとインから押し切っている地元1号艇の長野宗志郎、向こう正面へ。2番手に4号艇の坪口達也、3番手が2号艇の栗山茂弘、上位3艇は1番、4番、2番、その後ろは3号艇吉田裕樹と5号艇上村慎太郎が並んで、最後方6号艇森脇徹です。2マーク、1号艇の長野、4号艇の坪口、2号艇の栗山と折り返し、レースはこれより最終周回へと入ります。シリーズの3つ目の白星見えてきた1号艇の長野宗志郎、最終日の今日はこの後11レースも再登場、最後のバックへ。2番手が4号艇の坪口達也、3番手に2号艇栗山茂弘、上位3艇は1番、4番、2番。この決着3連単のオッズは6倍となっています。最終コーナー、先頭1号艇長野宗志郎、2番手に4号艇坪口達也、3番手は2号艇栗山茂弘で、第2レースまもなくゴール。
先頭1番五輪、4番五輪、2番五輪、3番と5番、5番と3番は接戦での五輪、6番五輪。コースに地元5号艇荒牧渚、大外は芦屋初登場でした。山口の新人17歳のレーサー6号艇島川海輝、1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。新入固定の第4レース、うちの3人が勢いよく出ていきます。さあ1幕の攻防戦、逃げる1号艇の中田、差し込むのが2号艇の上田、押し切って1号艇中田達也がトップ。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の中田、2番手5号艇の荒牧、すぐ後ろに2番と3番で2マーク、先頭リードを奪っている1号艇中田達也、そして2番手2号艇の上田が先行した。さして5号艇の荒牧、2番手は2号艇の上田、5号艇荒牧、この2人の競り合い、レースは2周目と入っています。先頭は1号艇の中田達也が向こう正面です。そして2番手2号艇の上田隆明が回って、そのまま2番手リード、5号艇荒牧渚が3番手、上位3艇が1番2番5番です。後続は4号艇山本周一、3号艇岩津哲郎、6号艇島川海輝となっています。2マーク先頭で1号艇中田、2番手に2号艇の上田、3番手が5号艇の荒牧、1番2番5番の上位体系でレースは最終周回です。陰線しっかりと押し切った1号艇地元の中田達也、最後のバックです。今日はこの後10レースも再登場、2番手に2号艇の上田隆明、3番手が5号艇の荒牧渚、1番2番5番、この決着3連単は 41.3 倍です。最終コーナー先頭1号艇中田達也、2番手に2号艇上田隆明、3番手は5号艇荒牧渚で間もなくゴール。先頭1番五輪、2番五輪、5番五輪、4番3番五輪、6番五輪。明日の準優18ビートを巡りましてアタックが始まります。最初の準優進出戦、1番2番3番助走を取りながら4番5番6番の進入です。スタートしました。横一線気味でありますが、3号艇トップタイミングは奪い、1号艇の渡辺ダッシュが効いた。まずはコーナー先手の1号艇の渡辺の動き、おっと手が浮かんだ。3号艇まくり出してくる、おっと前が詰まって、5号艇展開割った裏紙、さらに後方から4番6番追撃で中田智也に杉江博明、先頭飲酒同権で1号艇の渡辺の動き、前提スタート正常、6号艇の杉江左右中押し上げる、5号艇の浦上拓也前を十分取って4号艇またく、5号艇真ん中を狙って冷静にさばいた5号艇の浦上が2番手浮上でありますが、6号艇の杉江現在3番手の両サイドには3号艇の奪い寄せねと、アウト2号艇の杉山、僅差の4号艇の中田智也であります。
5号艇の浦上拓也が2番手ターン、6号艇の水泳が外から外回していく、波のないところ回した3号艇前泉、おっとコツンと3番5番ヒヤッとしたところ、2号艇最内空いた、2号艇の杉山でありますが、2番手は5号艇の浦上が優勢、先頭独走1号艇の渡辺信弘、5号艇の浦上にとっては権利がないとなれば3番手4番手には権利がめぐるが、2号艇の杉山3番手ターンの浮気、6号艇冷静機敏、杉おっと3号艇も上回った、激戦状態の3番手争い、しかし2番手には5号艇の浦上が浮上しています。1番5番の体型です。杉江が絞り込んで3号艇抵抗する場合ですね、馬が入り込んでいきます、四角から5番手ドンと握り込んだ、出足はある2号艇の杉山貴弘、ボートがググッと返ってくる、伸びられる前に抑え込んだ2号艇の杉山貴弘が3番手にジャンプアップであります。ラストコーナーを1号艇の渡辺信弘に、5号艇2番手に割る5号艇の浦上拓也、3番手道中乱れた3艇の激戦は2号艇の杉山優勢、6号艇の杉江が4番手、上位は1番5番2番先頭1番の渡辺五輪、2着で5番の浦上、2番の杉山、3着6番の杉江、3番ウバ、4番の中田五輪。緩やかな追い風コンディションです。準牛進出戦、1番2番3番4番5番6番です。1秒スタートしました。3位センター4艇好タイミング揃った状態でありますが、トップスリッツ3号艇日傘、1号艇ダッシュは効いた星井英二、3号艇ここ果敢に行ってクロットボートを回した、2号艇の北川の脇、4号艇の土山拓也切り込んだ、飲酒道圏で1号艇の星井英二、2番手は5号艇の土山拓也で3号艇の日傘現在3番手、インコースから立て直して2号艇挽回という地元の北川淳二、前提スターター正常4号艇の土山拓也、この勢い完全回して3号艇果敢に行った、外から行った3号艇で2号艇コーナー先に回してもらって、北川淳二もうまく回って現在3番手、土山が2番手、先頭独走1号艇の星井英二で1番4番の体型です。2号艇の北川淳二ブロックを決めるか、3号艇の日傘変化を加えていきますが、北川淳二後方を少し牽制気味にうまく回っていって単独3番手に浮上であります。後方を突き放した、上位は1番4番2番の体型です。主導権を握りました1号艇の星井英二、展開を的確にミートした4号艇の土山拓也、2号艇の北川淳二が3番手、3号艇の日傘が4番手の5号艇の安田、ラスト6号艇の小牧が続いています。トップタイミングの3号艇の日傘ではありましたが、インダッシュが効いて1号艇の星井英二はインから解消、土山拓也ボートは狙ったのにも向いて出口押しを感じますが、4号艇の土山拓也、2号艇の北川淳二1周の2マークでうまくさばいて回っていて、上位は1番4番2番の体型です。5号艇の安田が4番手に浮上で、3号艇日傘は5番手に交代、6号艇の小牧ラストで続いている準牛進出戦、1番4番2番で最終コーナーを回った、先頭1番の星英二ゴールイン、2着で4番の土山、2番の北川が3着、5番の安田、後方3番、日傘6番の小牧、ゴールイン。